皆さんこんばんは、淡井圭介です。2024年、6月の15日、20時49分、再び、めちゃくちゃな、ソフトバンクの応募者が出てますね。1位のチーム、責任から逃げちゃダメ。昔からそう。セリーグに関してもパリーグに関しても、もう敬語なしでいい。民法720条、いちいち法律面を求めてきて、人のほっぺた取ったり、ね、もう顔変えてきよ。敬語使わなかっただけで。インベー側の人間が多すぎる。誰に今まで負担を一番かけていた？世界戦で。オリンピックに関しても。FIFA も。選手の安全性は？天の神様へのお祈りは？誰のおかげで怪我しなかった？な。なぜパリーグの1位の一番ゲーム差開いてる球団がその試合中に3得点取れとんねん。応募側いらんから。3得点阪神タイガースに入ってないとおかしい。異常や。ソフトバンクも金払わなあかん。淡井圭介に絶対。それで去年請求かけたら本社移転で逃げたのがソフトバンクの正体やろ。そんなチームは1位、金たくさん使ったからまだ勝たせてくれ、ふざけんなって言った。答えはこれや。今日の試合、ひどい挑発行為と侮辱行為と、あと裏切り。国連人とはそういう話でも同じ。国連の中の国としても同じ。別行の件も同じ。やりすぎ。香港で見た。所在地。ひどい挑発行為、それも含まれる。ソフトバンクの方が率先して3得点差し出さなきゃなんない。立場を逆に変えろ。これが黒い服を着てる人間の白か黒か、悪いことをしてる、悪いことをしてるから勝手だ。こういうこと。ユニフォームの上の方はっきり見てわかる。それバレてるんだから、ソフトバンクに点数入っちゃダメなんですよ。たくさん勝ちすぎてるから。優勝回数を揃える話、いちいち毎日言わなきゃならないっていう話もそれもなし。それとこの間の原口選手の件に関して、審判が最初は原口選手のホームランを認めなかったでしょ。あれ本当は入ってるでしょ。僕の目ではそう見えた。で、映すんだったら中途半端な角度で映すんじゃなくて、ラインにちょうど沿った形で画面映さないと。簡単にできることですよ。他の人のスマートフォンであげたらええ。これ以上法令側の人間なんかいらん。審判を含めて。その後、ややこしいことをし始めたのが、原口選手がホームに、こう、帰ってきたときに、多分あれアウトです。ただその前のホームランをしっかりと認めてなかったから1点入るような形してるんですよ。それは僕のせいじゃない。僕はそんなややこしいことをするなって言ってるんです。最初のホームラン1点まず認めなさいよ。後から映像加工して逃げ始めたのは誰っていう話。打球は高いからよくわからなかった。違いますね。スタンドの位置でわかりますよね。お客さんが座ってる位置で。そのためにあの球場は通路間開けてるんですよね。お客さんの客席に入ってるじゃないですか。もうやめさせ。三塁の塁審な、警察官が混ざって横暴なこと散々しとったからやろ。ちゃんとデータ回ってきて開示しとるわ。でソフトバンクに横暴なやつ、川崎宗則以外にあと何人おってん。あとアリマ警察署に来とった警察官、元ソフトバンクとか柔道関係とか全てのスポーツ関係で金稼いだ人間や。何人働きに来とってん。
で、淡井圭介側かだったかどうか、喋り方だけでわかる。淡井圭介を嘲笑するような言い方、お前の女は佳子様の方から結婚の話を申し出て、キスしてきてるっていう話したでしょ。それ、お前が覚えてないだけやん。年齢が上なだけで警察官の制服着ただけで、上になった気分になんな。上下関係なんかどうでもええねん。何があったかや。このひどい世の中のありさま、エネルギーの残存量問題も解決できなかったのも、有馬警察署のせいや。これで淡井圭介を怒らせて、で、デッドボールが発生しました。ふざけんなよって。怒らせるようなこと言うだから、毎回太ってる警察官や。普段から頑張ってる人間は、まずなかなか太らされへん。太らされるとしたら、精神病院とかに入れられて、個室とか、運動が一切できなくなるから。昔からアメリカでも言われと、太ってる人間いらないって。仕事中見たら、警察官がコーヒーばっかり飲んど。キムジュニアで、パソコン持ちながら。なんかしょっちゅう銃撃っとったやろ。見境なしに。片っ端から法廷出ろよ。お前が殺人の刑や。殺人罪だよ。っていう話を26年前にもしてる。で、今の世の中はまず発砲することなんかない。で、本当のところ言うと、そのアメリカの映像も何年前のものかわからない。僕は小中学校の頃の世界丸見えで放送していた内容をもう一度放送していたんだと思います。ただ、車体の車種に関しては、どれくらいの時期に、どういうふうなものなのかで、ある程度はわかる。だけども、それ理由に自動車を生産するのはなし。全員が嘘言わなかったらいいだけ。本当のことしっかりと覚えとったらいいだけ。で、淡井圭介のことを、嘲笑するように、お前の女とか、そういうふうにバカにしとった、有馬警察署の太った警察官、誰名前。自分が謝罪に来たら、警察官の制服なしで、一筆書いて、お前ちゃうんか、淡井圭介の方に電話しすぎて、精神病院入れたやつ。もう隠蔽側やろ。何しとってん。バレたら困る側の人間やろ。嘘の情報、世界に開示しとったんやろ。あいつ調子乗ってるから、精神病院入れてしまえ。で、税金で金回し雇ったんやろ、警察官同士で医者になったりして。全部知っとんやんぞ、こっちは。もう今更行政で頭上がる人間なんか一人もおらへんわ。ソフトバンクも同じや。王貞治、どんなイカサマしとってん。世界のホームランを。よっぽど、もうこの答えで見たらわかるやろ。で、君がホームランを打たせてくれた相手にどんなルールを植え付けていた。で、その人たちにお金払ったのか。で昔負け認めたやろ、大阪あるが。で、その人間役員入っとるやろ、ソフトバンクに。なあ、移転で逃げたやないか。それ世間に開示しとるやん。ホームページ、淡井圭介の履歴ちゃんと残ってるやん。なんで阪神タイガースは3年取られてもね。ネーションズリーグの試合の間に。請求先が阪神タイガースだけじゃないって言ってるやろ。ソフトバンクもこれ以上悪いことするなや。で、川崎宗則からお金払ってもらったことないよ。慰謝料払わなあかんところや。当たり前やろ。何でも本当のこと開示や。誰が集団で悪いことしてたか。昨日も撮影した人間、世間に開示したよ。それを警察官が撮影すんなって言ってた内容や。それ見てどう思う？
何回も何回も喧嘩売りに来たやつおんねんぞ。で、淡井圭介が怒ったら精神病院。もうそいつらや。絶対法廷出さなあかん人間。今までどんな生き方してきたか。逐一何喋ってたかも、LINE とか SNS でも全部調べた方がいい。で、我が天下戦国風に紛れ込んだったやつ何におんねん、警察官とかスポーツ選手で。都道府県で喧嘩売ってきたんちゃうんか。こっちがどれだけえげつない目に遭ってるか分かったやろ。全部見ろよ、動画。昼寝しようとしただけで起こされんねんぞ。で、こっちの母親殺されたのに、これ殺人の刑や。殺人罪だよ。淡井圭介がやられているのは殺人未遂の件をやられてるんだよ。で、なぜネーションズリーグなんかできた？試合中だから、とにかく試合があるから勝ち負け頑張ってるけども、そこで、支払いはまだどこからもない。お金。フルーツラパークで客として来た？じゃあそこの従業員の人間とかよく見てみろ。一番上は財団法人みのりの校舎で神戸市やろわ。議員が金稼いでお話にしかならへん。まっとうな法律通りの支払いがない。これで怒るなって、それが奴隷制度や。よう覚えとけ。行政側に回った人間。民間人の人に頭を下げなきゃなんないのは警察官でしたって。検察庁の人間でしたって。検察庁の人間でも態度大きいやつおる。で、今度は裁判所の民事の受付に回ってきよう。黒よく来て。正直めちゃくちゃ腹立つ。本日、2024年6月15日、14時前の淡井圭介のパソコンの前で、どんな表情で涙流しながらパソコンを打ってるか自分たちで見ろ、その画面を。怒ってるぐらいじゃなかったら裁判なんか勝たれへんねん。気力で負けるから。気力はなえるから。もうこんなしんどい話いいわってなったら、今度もう逃げ場がない。寸胴ところバレとうからや。バレるっていうのも変や。自分から開示してるから。同じや。前から喧嘩売ってきたやつはこの辺にたくさんいる。で、そいつらが住所コロ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 書いて、で、会社の金使って、社宅作って、自分の家のように占拠しと、出れ行けや。返せる当てができてからや。終身雇用の雇用契約書や5年間働いてなかったら無理や、法律通り。その代わりその人間は責任者にならなきゃならない。そこの仕事場の。しっかり法律を覚えてなかったら今度はそいつが訴えられる。もともと法律の世界をややこしい作り方しすぎや。行政側の人間が稼げるように、ややこしい法律をたくさん作ってるだけ。法律のことをある程度詳しく説明して、助成金の話とか説明してる内容聞いたらわかる。ああ、悪党側は行政側だったなって。そういえば、第一次世界大戦、第二次世界大戦、第一次世界大戦の頃も日露戦争とかあった。日中戦争もそう。ずっと資源の奪い合いをしていた。だから優勝回数を揃える話から逃げちゃダメだって言ってるじゃない。だからソフトバンクホークスは勝ちすぎてるからダメだって言ってるじゃない。じゃあ、日本代表の試合で、なぜ阪神タイガースが得点献上せなあかんねん。逆やろ。ソフトバンクは献上しろよ。なぜそれを逃げとんねん。敬語使ってる使ってないで何で逃げとんねん。男かお前ら。根性あるかないかやろ。根性あるんだったらソフトバンクは点取られと阪神タイガースに。潔が悪いねん、どいつもこいつも。で、どこの誰に言われて、フルーツアラパークに会いに来た。働きに来た。で、敬語使わんかったやろ、川崎宗のに。淡井圭介に。お前の方は年下やないか。警察官になって調子乗ったやろ。で、流刑になって、ソフトバンク行きになったんか。
元から柔道から何から何までいらんねん、本当は格闘技関係も。この人口やったら無理や。出生率 0.9% や、東京都なんか。2. 数%なかったら人口横ばいにならへん。アホばっかりや。計算の仕方よく分かってない連中ばっかりや。韓国 0.8 下回ってるよ。だいぶ前からやぞ。政府上層部の人間が日本人として日本で生活したり、韓国人として韓国人として生活したり、日本の陸上自衛隊か、もしくは、いや、海上自衛隊かな、航空自衛隊かな、もう上の方の人間が中国の人民解放軍の軍の上の方、両方県に行ったり来たりで死んだことにしたりして、もう何の映像見てるかわけわからへん。昔もそれや。もうその人は今何歳かわからへん。テレビ局のその以前の映像回すのもうやめよう。何が起きるか分からない。 AI からの電波の影響っていうのを得点の出方とか見たらみんな受けてるっていうのは分かるやろ。スポーツの勝ち負けでも。で、神戸市兵庫区出身の阿部一二三と阿部詩、詩子、詩、2名とも髪の毛染めてしまってる。本当に兵庫県民、神戸市民、兵庫区の出身者、名前までテレビ出るから偽名使ってた。そんな奴ら多すぎた世の中どうなるかも分かってるやろ。で、社会に出てきて隠蔽側に回るのか、ええ加減せえよ。淡井圭介が頭の中選手に供給してる。やっぱりうまいこと言ってない時、頭の中しっかりと言ってない時、日本人の方女子バレー点数取られよう。で、正しい頭の中がしっかりと言ってない時に、ある程度しか言ってないのに、まあ誰かが補ってる部分は見受けられた。外は雨の音がするけども、雨や、雨降らす道具に使われたのか何なのか。まあ梅雨前線を自分の方から上げた方がいいっていうことは言いましたけど、ただしそれは阪神タイガースがイコール負けるじゃないですよ。潔くソフトバンクは負けていいじゃない。簡単な話よ。もう昔からそうや。黒着てる人間ろくなやつおらへん。ただし誤解とか偽の情報で黒着せられることもある。で、法律をよく分かってなかったら警察官の人は今やったら取り返したるけどもって言ってくれてる、その意味とかはよく分からなくなる。いや、現金その時にその男は持ってないけど、その貸金の時の話、キャバクラに警察官が4名突入してくれたけん。代わりに国が払う話をされた時にお人よしすぎると、そこで躊躇が生まれる。本当に もちろん医療業界は撲滅しなきゃなんないけども、いろんな方法がある。淡井圭介を挫折させる方法、だからそういうところへ連れ込んだりしてその情報を留保する、で潰す、でそこにはエネルギーの残存量問題があった。ただしどこの社会見ても建築費に金がなくなってる。
余計なものばっかり作ってるからや。建設業界や。で、警察官の中に建設業界やろう。で、スポーツ選手がその後建設業界やろう。こんな世の中むちゃくちゃになるしかないやないか。もうとにかく降りろ。もう65歳以上の人間、もう仕事降りろ。鬱陶しい。もうこれで十分や。もうろくなことして生きてきてないから。特に政府上層部の人間であればあるほど、あと警察官してしまった人間であればあるほど。兵庫県警の中にも絶対いるよ、存在するよ。クズみたいなやつが。淡いケースが絡まれてるときに、百度番したときに、それぐらいお前は何とかせえやって言って笑いながら電話切ったやつ。本当に存在するから。110番は兵庫県警のはずやで。当たり前は売春防止法ができなかったの1956年で、未だにアダルトコーナーを置いてるレンタルショップすら警察官が潰そうとしないやん。自分で送料書いて潰したらええやん。なんでせえへんの。どの裁判官が止めた。その情報を僕のところに持ってきてくれたらええやん。僕は動画で公開するよ。その情報。年齢制限の話も、その話もかなりなんか変や。絶対ありえん。性被害者を増やすだけや。175条見たらわかるけど。認められてないか罰金や。じゃあなぜ量が残ったね。なんか警察官もちゃんと調べとうっていう声が聞こえてきたんだけども、その男、晴れも整骨院で働いていたじいさん。この辺の内科とかだったじいさんとかも晴れも整骨院に入りしていたよな。もうバレたもんね、全員。で、さっきよりも雨の降り方激しくなってきて、天が泣いてる。分かったら、どのタイミングだったか。怒ったからそうなってると思ってるけど、それとも話しないよ。14時代に淡井圭介がパソコン売ってる時に、目から涙流しながらパソコン売ってるところ。その映像を A から世間に開示せ。それと淡井圭介が怒って言ってる内容と本当の証拠や。で、本当にお金をずっと払ってなかった警察官が隠蔽していた、精神病院に入院させ隠蔽していた、精子の生産されなくなる薬を飲ませていた、それで世界中人口めちゃくちゃになってるって。で、行政は開き直って、ずっと人口が増加してる表記をしていた。これはこの国の実態や。他の国も同じようなことしと。滅びるよ、間違いなく。なぜ26年前に淡井圭介に注意された時にしっかり敬語使って自分たちのせいでしたっていうことを公務員が認めなかったん。一生や。一生公務員の方が下や。立場間違えんな。組織的な犯罪が行政や。こんなめちゃくちゃな世の中、みんな真面目に生きていこうとして裁判所とかで働いて、で精神病院の事務員として現場入って、ここもどっから手つけたらいいか分からへんわって半泣きで怒りながら言ってる。精子の生産されなくなる薬なんかすぐ押収せえよ、警察官が。何しとんねん本当に。お前らが職務怠慢しとんやろが。それで野球しながら、サッカーしながら、金稼ぎさせてくれ。女性のバレーボールとかで、何人女性警察官がおんねん。ふざけんなよ。遊んで淡井圭介の頭使って、金稼ぎさせておいてもらって、金払わへんわ。そいつら取り締まらへんわ。何しとんねん、お前ら本当に。
実年齢全員何歳やねん。そっからの話や。どうすんねん。すぐ欧州に行けよ。精神を生産されなくなる薬の工場丸ごとや。差し押さえろ。機材全部奪え。あとはそれ鉄工所に回せ。それを金属回収してんや。それせんかったら滅びるどころの話ちゃうぞ。大阪とか東京とか行ったりしてる、行ったり来たりしてる遠征組がこの辺にちょろ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 しとっただけで、本当にここに、この辺に住んでた人口なんかほとんどおらへんやないか。もうどこも同じや。撮影行ったかわかる滋賀県なんか人ほとんどおらへんよ。で、またそこも変に高い30階建てのビルが1棟だけ、滋賀県の多分県庁のあるところに1棟だけある。あれほどバカと猿が高いところが好きだっていうこと言ってるのに本当に作りよった。賢かったら作らないんだよ、高い建物なんて。あとの解体作業とエレベーターの電気代、エネルギーの残存量問題だよ。1億かかんねんぞ、1年間で電気代。それだけ莫大なエネルギー消費したもんね。大真面目に生きとうやつなんかほとんどおらへんよ。高いビル建てる意味ないよ。ずっと淡井圭介が生まれる前から少子化始まっとんねんぞ。1977年生まれやな。真面目に淡井圭介の動画見とやつ何人おんねん。で、見た？警察官全員。14時頃の。14時よりもうちょっと前かもしれん。淡井圭介が涙流しながら、パソコン落ち込んでる映像、覗いてるんやろ。わかってるから。そうじゃなかったら顔取られへんことぐらい知ってるから。お前らや。どこの国の人間や。日本人か。他国か。じゃあはっきりしようや。インターポールか。ギリシャに対して喧嘩売るようなこと。指令化したんが政府上層部の人間と、そいつらやろうわ。それとも、これでカコちゃんが、淡井圭介との結婚話、あれは子供の頃からの話でしたでごまかす。ある程度の年齢になっても来てるよ。淡井圭介の近辺に。で、その意味を聞きたい。他の人間も同じや。テレビ出た出演者も全員同じや。結局、我がの金稼ぎのためにテレビ出ると。これが現実や。で、警察官が無理やりテレビ局に連れて行ってテレビに出した。警察官、お前が捕まれ、そいつが。名前なんて言うね。もう一覧表出せ、警察官の。検察庁もや。裁判官もや。裁判所で働いた勤務者もや。労働基準局とかから出てきても嫉妬。で、議員だった人間とかが労働基準局の監督官とかになってる。知ってるよ。で、三審等以内の差し押さえされてんの、されてないの、どちら。淡井圭介に20年近く生活保護させていたんだよ。全員そうならなきゃおかしいじゃない。君らが高級車乗り回してるんだろう。エネルギーの残存量問題だっつってんのに。レクサス工場？中国で日本の工場が燃やされた？それ日本が悪いよ。そんな重たい車作ってたんだから。どうせ作り物のニュースやろ。工場燃やすようなやつなんかおらへんって。どうせ火災や。何かの。工場なんかめちゃくちゃ大きいよ。工場丸ごと燃やせるわけないやん、あの面積。焼夷弾でも、空爆でもしたの？そうじゃなかったらあんな広い工場燃やされへんよ。もともと燃えるものか何かに引火しなかったら。で、ソフトバンクの今国保さん、それとも警察官してました？で、淡井圭介側だった？それとも隠蔽側だった？な、組織なんか入ったらみんなそうなるやろ。
金一銭も払ってくれて、淡井圭介。で、何か淡井圭介に言わせて、で、その通りにしました。違うよ、会社法があるから会社の役員の責任やで。国会で安倍さんとかが言わせるっていう内容、それは良い内容を言わせて得た内容なんだけども、他の人間もテレビ使って、テレビ出演者の方は、淡井圭介が特に睡眠不足の時とか、これ抵抗力がなくなった方の人間の方が操られやすい。これは本当。だから睡眠不足の人間とか。あと知識的なところもそう。これが天気まで道具にされている人間の人生や。阪神・淡路大震災の被災者、家屋全壊の者、何人の人間欺いたと思ったの。1000人、2000人じゃないぞ。スポーツ関係者だけで今まで世代交代があったから何人欺いたと思ったのよ、淡井圭介は。それ試合中笑いながら仕事を、こっちは全然笑ってへんよ、試合中全く笑ってないよ。笑った時の方が精神的に楽になるよ、けどそれじゃ勝負ごと勝てないんだよ。笑ってるやつから仕事間違えよるから、どこの仕事場でも。また同じやつの声や。うるさいよ、お前らや。お前らがいちいち来んかったらええねん。いちいち二人組で歩くな、一人で歩け。で、名前と住所、電話番号開示せえ、世間に。